お疲れ様です。分身はずるいですね。1対1の勝負で3対1になりますからね。本当ですよ。いきなり何もさせてくれないっていう。さあこれ1対1で面白いですね。かなり、やる前は和也さんすごいひよってたんですが、結構沈んでましたけど、さあクイックしっかり、おっと入れ替わってだけど投げて、まあこそうですね、ダウンなので、さあそうなんです、これあの暗転絡んで、はい、暗転絡むので投げからクイックが取りづらいっていう。そうなんですよね。で取れないとはめられちゃうっていう。N 投げから暗転と、うまい、あうまい、さあ入れ替えて画面端、置き攻めは膝直接いった。あと勝負のホームいきましたが、ブロって、おお、しかししっかり EX 使わずノーマルフラットでゲージも稼ぎましたね。和也さんの勝負どころが強いんですよね。うまいですね、下院は2人です。勢いが、おお、読み勝っている、読み勝ちますね、さすが。ああ、これはギリギリ惜しい、フラチョだったらっていうところですが、まあ、まね、EX が出ませんでしたね今ね。状況がいいので全然あります、大幅有利です。あ、さあ制発動で、ここ、これハメじゃないですか。あ、まあ、いや、ハメではないんですけど、ハメではないんですか。ハメみたいなもんですね。まあ、ややハメですね。ややハメ、はい、ややハメです、ね、ハメ寄りですよ。あ、グラップ、グラップして、あ、うまかったですね、今の雷撃の当て方も。雷撃当てから歩き投げ。ヤンは歩きスピードが全キャラ中に2番目なので、非常に間合い調節ができるキャラです。あ、うまい、うまいですね。あれでもう画面端なので、かなり選択として良かったですね。さあ、ここで使う、あー、これですクイックが取れないと、これ、これハメじゃないですか、これ。あ、ハメですね、ハメですね、これはハメですね。あ、ブロって膝レイドで、これ今度は画面端、あっ、ガードしてる。あの、アレク側にスタンピードがあるせいで、やっぱ、はい、ヤンも埋めるとしたら立ち中盤とか埋めたくなるところを逆手に取って前ブロっていう。なるほどなるほど、ところですかね。そうですね、スタンピード下段無敵投げ無敵なので、やはり上段埋めるしかないという技ですね、まあ、そこで今読み合いがいくらか、はい。